今日は大東律樹についてジャーニーさんが話すみたい。私はピンサロに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとゆたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。滝沢は仕掛けてくるわね。元ジュニアを拾ってリリースするなんて。大東のこと？そうよ。あんな道端に落ちているような男を磨いてぶっ込むなんてどういう神経しているのかしら。遺跡2週間での大抜擢でしょ？これはタッキーの力以外に考えられないよね。ドラマのタイトル知ってる？知らない。どんなタイトルのドラマに抜擢されたの？秘密を持った少年たち。っていうタイトルよ。これノンフィクションじゃないよね。思わず私も原作があるかを調べちゃったわ。ジャニーズ殺しのドラマのような気がするね。うん、原作はないみたいだから誰かが一から作り上げた物語よね。そう願いたいけどね。でも滝沢はどうやって2週間で仕事を取ってきたのかな。滝沢というよりは大東がすごかったみたいよ。大東が取ってきた案件なの？違うわよ。大東が滝沢に言い寄るスピードと滝沢の股間をまさぐるスピードが尋常じゃないの。事務所を移籍しても逃れられない性の呪縛。大東の猛烈なプッシュにより滝沢は火がついたんだよ。ジュニアを経験して生き残っている人は一味違うね。彼ならどこでもやっていけるわよ。いや、芸能界以外無理でしょう。